皆さんこんにちは。今回は銀座周辺の交通違反取り締まりに注意すべき地点に行ってみます。一つ目は横断歩行者と妨害等の交通違反に注意するところです。以下歩行者妨害と略します。今梶橋通りで京橋の交差点へ向かっています。京橋の交差点を左折して中央通りを銀座方向へ向かいます。東京高速道路首都高速の無料区間の効果が見えてきます。この効果をくぐって銀座通り口の交差点を左折します。新京橋新富町入船の方向へ向かいます。東京高速道路の東銀座出口です。この出口は左折しかできません。この先信号機のない横断歩道が2つあります。この2つの横断歩道で歩行者妨害の交通違反に注意してください。今トラックが出てきた脇道に白バイが待機して取り締まりを行っていることがあります。この左側の影ですね。ここは人通りが多く横断する歩行者が多いところで要注意です。しかもこのように横断歩道が重なっているので手前の横断歩道が OK で進行しようとしたら次の横断歩道で渡ろうとする人が来たということもあり十分注意して進行してください。この先新京橋の交差点を右折して昭和通り新橋方向へ向かいます。ここを右折するときも歩行者妨害に要注意です。右折したこの辺りに取り締まりの警察官が立っていることがあります。また昭和通りはパトロールの白バイが多いのでたまたま白バイが信号待ちしていたということもあるので注意しましょう。左折して回り込んで U ターンしてきました新京橋の交差点です。直進し先ほどの横断歩道へ逆方向から向かいます。新京橋の交差点は8時から20時の間右折禁止です。この撮影時は早朝でしたので前方の車は良いのですが8時から20時の間は右折禁止に要注意です。右側の方が渡ろうとしています。このタイミングで交差点に進入して通過してしまうと白バイがいた場合歩行者妨害の違反で取り締まりを受けます。歩行者妨害の違反点数と反則金です。この銀座1丁目の横断歩道の位置はこの辺りになります。さて次の交通違反取締り注意地点へ向かいます。銀座通り口を左折して中央通りを銀座8丁目まで行きます。銀座8丁目の一つ先の新橋の交差点を左折して昭和通り方向へ向かいます。左折後の次の信号、蓬莱橋交差点が注意地点です。蓬莱橋交差点は車線が5つに分かれます。左側から中央に向かってレーンを1から5とすると
第1は左折のみ、第2は左折と直進、第3は直進のみ、第4、第5は右折のみです。交差点の手前、約30メートルから、進路変更禁止の黄色の車線境界線が引かれています。蓬莱橋の交差点を直進して、昭和通り、東銀座方向へ行きたい場合は、第2か第3レーンを走行する必要があります。左折して御門通りへ入りたいときは、第1、または第2レーンを走行する必要があります。第1レーンから直進すると、指定通行区分違反となり、黄色の車線境界線内で進路を変更すると、進路変更禁止違反で取り締まりを受けてしまいます。警察官はどちらも取り締まれるように、蓬莱橋交差点の先で、2から3名で監視していることが多く、この辺りに立っているのをよく見かけます。また、パトカー、白バイもパトロールしていることが多い地点です。気をつけましょう。進路変更禁止違反、指定通行区分違反の違反点数と反則金です。この、蓬莱橋交差点の位置は、この辺りになります。さて、次の交通違反取締り注意地点へ向かいます。このまま昭和通りを進行して、晴海通りとの交差点、三原橋交差点へ向かいます。三原橋交差点は4車線に分かれます。左側から中央に向かってレーンを1から4とすると、第1は左折のみ、第2は直進のみ、第3、第4は右折のみです。交差点手前に進路変更禁止の黄色の車線境界線が引かれています。三原橋交差点を直進するときは、早めに真ん中の車線に移動した方が良い交差点です。この交差点、歩行者の横断も多く、交通量も多い交差点です。警察官が交通整理に立っていることが多々見られる交差点です。右左折時の歩行者妨害にも気をつけて安全に進行しましょう。三原橋の交差点はこの辺りになります。さて、次の交通違反取締り注意地点へ向かいます。次の取締り注意地点は、先ほどの蓬莱橋交差点ですが、違う方向からも注意すべき点です。環状2号線から潮崎橋交差点へ向かい、潮崎橋交差点を左折して、海岸通りを蓬莱橋交差点へ向かいます。海岸通りからも、蓬莱橋交差点は、車線が5つに分かれます。左側から中央に向かって、レーン1から5とすると、第1、第2は左折のみ、第3は直進のみ、第4、第5は右折のみです。海岸通りからは、進路変更禁止の黄色の車線境界線はなく、白線となっています。第1、第2は、新橋方向、第3は、御門通り方向、土橋へ抜ける通り、第4、第5は昭和通り上の方向です。違反になるのは第3レーンからの右折、第4レーンからの直進です。そう、指定通行区分違反に注意してください。先ほどの位置で警察官が監視していても、海岸通りからの指定通行区分違反も取り締まれる位置になります。注意しましょう。指定通行区分違反の違反点数と反則金です。この蓬莱橋の交差点はこの辺りになります。さて、次の交通取締り注意地点へ向かいます。このまま御門通りを土橋の交差点へ向かいます。
橋の交差点を右折して外堀通りの内回りへ入ります。まもなく月屋橋の交差点です。月屋橋の交差点は交差点手前が進路変更禁止の黄色の車線境界線が引かれています。そして8時から20時まで右折禁止です。ただしややこしいことに路線バスを除くとなっています。前方のバス右にウインカーを上げています。晴海方面行きなので右折します。路線バスは右折していくので勘違いされる方が多いようです。注意してください。このすき屋橋交番のおまわりさんは優しいのでウインカーを上げて右折しようとする車両を見かけると拡声器で右折できませんよ〇〇の運転手さんと声をかけてくれます。それでも右折してしまう方がいらっしゃるようなんですが、すぐに自転車で追いかけられて止められています。銀座は信号が多いので自転車で十分追いつけます。気をつけましょう。指定通行区分違反の違反点数と反則金です。このすき屋橋交差点はこの辺りになります。あまりに有名な交差点ですが一応この辺りです。それでは皆さん今日も安全運転で参りましょう。当チャンネルでは東京都内主に23区内の交通違反取締り注意地点を順次動画に記録し公開していきます。もし警察官による交通違反取締り注意地点に心当たりがありましたら、ぜひコメント欄で共有ください。ご視聴ありがとうございました。